こんにちは、あるいはこんばんは、生態に安藤です。今全員分取り終わったんで、僕ね、ほんとひどいんですよ、体が。なんで、首とりあえずやってみようかってことで。はい。なんか、ジャリジャリってない。あ、ちょっとごめんなさい。デジャブですね、先月。こうね、片方鳴らしたら、片方を一回手取って、肩回して、肩回して、リラックスして、ゼロからって思ってやって。で、いや、俺いつもその気持ちです。違う。気持ちはそうかもしれないんだけど、一回鳴っちゃって、鳴った時にほぐれちゃうから、次のところで、鳴るのの手前から鳴らす動作しちゃってるの。だから鳴んないの、いつも。二回目が。それを二回目鳴らされて、俺はそれ痛いまま編集作業に入るから。できるね、うん、右が回んない感じです。右が回んない。あー、もうダメだこれ。ちょっとね、あれでしたね。何悪かった？いや、緊張してました。俺はカメラが回ればテンション上がるタイプなの。あのね、こう、めくって落とすやんか。あの時に、ここがここで擦れちゃってて、こっちの、たぶん高広言ってたことだと思うんだけど、こっちの密着よりもここはもうブレちゃうんだよね。そのブレが、脱力作りづらくなっちゃう。だからもうすごい自分の中でも、俺はふにゃ、ピーみたいな感じになってやったけど。こっちなんです。もっと下手で行って、一本ずつじゃん。もう全然もっとなると思う、多分。誰か鳴らす自信のある奴はいるか？いないってことですね。これ修正できないです。誰か？誰か行きます。自信のある人。自信のある人。お父さん。もう胸が鳴っちゃって胸が鳴っちゃって。まだ鳴ってる。もうまだちょっと。いや完全に。座った方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。あ、これ座っていいですか。いいですよ。立つのが違法みたいなもんなんで。すっごいなこれ。ってなるの。もうなっちゃったね、セットで、うん、ということでね、まあ、前の動画で多分言ってると思いますけど、修行の道は険しいぞということで、あっち行っちゃった、ほらあっち行っちゃった。もう僕を映さないで状態。
お前らありますからちゃんとやってもらわないと。まあ、苦しいの。これ俺数ヶ月ぶりに食らった気がすると思う。あ、先月ぶりです。先月やったっけ？先月はやりました。はい、やってます確か。あ、撮った動画。あれ動画撮りすぎた。あれやってなかった。先月はやってないんじゃない？先月はそうだ、院長が全部首やったんで。ああ、そうだ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 、あの骨盤矯正やった回ですね、先月。最低だったなあれ。そうだ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 、あれやってたから。もうあれやって新しい技を教えて、もうこれですよ。過酷だよな。そうです。この音で、なんか食らった後ってすごいね。そうなんですよ、院長。そうなんですよ、アースグラビティやばいっすね、決まると。あれ、パイーンってなるよ。やばいっすね。首もあれぐらい鳴らせるようになったね。いやー、なんか、こう、一個鳴ってからがボケんだよね、やっぱ視野が。緩んじゃうから。その後、お、な、あの、完全に失敗した顔すんのやめろ。何か成長あったでしょ？いや、左鳴って右も鳴った。一本ずつ鳴るだけでもすごいと思うんですよ。違うんだよ。バババンっていきたいんですよ。鳴るって分かってるんですよ。硬いんでね。これでバキンいったら、ふわーなったのに。俺来週まで引きずりますね。1週間引きずります。1週間引きずります。まあね、こういう心に闇を抱えながら俺たち頑張ってるから。いずれだってな、もう他のメンツも俺に。やんなきゃダメでしょって。まあいずれ。いやもう、あ、もう会社にやっていいよっていうぐらいになったらね。つまり俺にやんなきゃダメでしょって話、ね。やりたいですよ。おいおいおい、動画の撮影中にやりたいとか言うな。ということでね、ご視聴ありがとうございました。ごさん、ちょっとお願いします。うん、いや、なに、背骨？え、なに、どういうこと？ちょっと、ま、待って待って待って、 R18 続けな、何したいの？背骨ね、あ、持ち上げてってからさ。あ、ちょ、やりましょうか。あ、じゃあ、お願いします。じゃあ、すいません、ちょっとカメラやったね。じゃあ、座ってもらって。ラッキーだ。背中だらと。ほほほおじさんだな。ほほほおじさん。いや、グラビティすごいんですよ、マジで。いやいや、そうだと思うけど。俺らみたいな体型ってここまで圧が入ることがないんだよ、そもそもが。そうですね。すごいんですよ。だって、あの、ケツの7番だか、キョツの1番だかの隙間がなってますもん。パーンって上まで行くから。ヤンド TV。 そういうことだ。